クリドを枯れ病とは、クリ族の樹木に発生する感染症である。クリの病気の中でも最も有名で、症状も重いために恐れられているものの一つ。単なる一つの病気としてだけでなく、偶発的に侵入したアメリカ大陸において、猛威を古い抵抗性のない現地のクリ類を壊滅状態まで激減させたことでよく知られる。このために本病に、 ニレタチガレ病と五葉祭類発疹サビ病を加えた三つを樹木の世界三大病害と呼ぶ。葉のしおれ、および幹や枝に形成される病斑などと呼ばれる、褐色に変色した病変部が特徴。ヤマイハンは滑らかな樹皮を持つ若い木や細枝ではわかりやすいが、年老いて樹皮の凹凸が目立つとわかりづらい。ヤマイハンには大きく分けて、急速に拡大する急性型と、 ゆっくり拡大する慢性型の2つが知られており、一般に前者は予後が悪い。急性型の幹部は平滑であるが、慢性型ではクリガーの抵抗の結果幹部の膨張が見られる。重症例では病変部より上部が急激に固始する。落葉は見られず葉をつけたまま枯れるのも特徴とされる。病変部には凹凸状の発疹が形成される。これは、 病原菌の個実定であり新たな感染源となる。病変部直下から放火が,が見られることも多いのも外見的特徴の一つ。病性は乾燥と高温が続く晩夏から初秋の時期に最も強くなり抵抗性のあるといわれる種類でも急速に枯れることがある。日本産種の苗木を観察した結果では発病部位は小杖端部や継ぎ木の接合部分などに多いという。また、 感染はしているが、外見上症状のない状態の個体がかなり含まれているとみられ、植え替えなどの刺激で発病する例が多いというクリドカ枯れ病菌、クリフィネクトリアペリシティカの感染による。この病原菌は、幹や枝の傷口から栗の受体以内に侵入する。この菌は、栗の傷口から侵入すると、ウ酸を作り出して、周囲を酸性化し、 形成層を攻撃しこれを殺して増殖する。形成層が殺された部分は、栗が防御反応で、コルク形成層を作るために腫れ上がるように、膨らんでくる。幹や枝の形成層を一回りすべて殺されてしまうと、水を吸い上げられなくなることにより病変部より上部が、枯死する。ニューヨークで同カレ病が報告された、翌年の1906年、同じく、 ニューヨークの植物園に勤めていた菌類学者ウィリアム・モリルが原因菌を分離し新種大ーサペリシティカと名付けて報告した。1912年アンダーソンラワ族が違うのではと考えエンドーシア族に含まれるエンドーシアペリシティカを提案この名前が長らく通用していた。1980年代に入りバーはモリルの分類を再評価しクリフィネクトリア族に 含まれるクリフィネクトリアペリシッティカを提案した。現在はクリフィネクトリアの方を使うことが多いが、エンドシアを使うものも一定数いる。ニューヨークで被害が明らかになった当初から、この病原菌はアジア原産ではないかと見られていた。やがて同種菌が中国及び日本から発見され、この仮説が正しかったことが証明された。 公式に論文になったのは1904年のニューヨークでの被害以後であるが、その10年ほど前からこのような被害があったと見られている。その1890年前後ではこの周辺で特に日本産種を用いて品種改良をしようと同種の取引が活発に行われていた記録があり、これに乗じて侵入してきた可能性が高いと見られている。中国産種はアメリカに持ち込まれたのは やや遅く、また場所もニューヨークではなくワシントン周辺であったという。栗の防御手段の一つとして、タンニンという化学物質がありこの蘇生や量が栗の抵抗性を左右しているのではないかという見方は古くからあり、多数の研究が行われた。ピロガロールタンニンを多く含む中国種は強い抵抗性を持つのに、カテコールタンニンとピロガロールタンニンを含む。 日本産種やアメリカ種は弱いという報告がある。クリドを枯れ病菌はクリに含まれるタンニンを分解する酵素を持つ。クリ類は放火力が高く根さえ残っていれば芽を出して再生する。また、この病気は根の組織を侵さないために発病し故し,したように見えても個体としての死には至らず放火で再生することが可能である。実際にアメリカの森林では このようにして若い栗となって多数が残っていると言われている。このような栗はある程度大きくなると病原菌の再感染を受け再び腰する。このような状態を繰り返すだけでは十分な果実や木材が供給されず、それを利用して生きているものには影響があると考えられる。実際にアメリカではクマに対する影響の研究がいくつか報告されている。また、 栗の木材は非常に腐りにくいために各分布地では各種の建築や鉄道の枕木に使われる。日本の国鉄の資料では栗材を使用した枕木の寿命は防腐加工なしでも10年弱になるという報告もある。特にアメリカ栗は栗属の中でも最大級になる種で現地では他の紅葉樹以上に高値で取引されていた。しかしどうか留病の蔓延 栗材が腐りにくいのは材に豊富に含まれる、タンニンによるとされる。アメリカでは皮をなめすのに栗由来のタンニンが使われていたが、銅枯れ病の蔓延はこの市場も壊すなど意外なところに影響が出ることになった。栗の種類により感受性に差がある。欧米産種は感受性が高く、特にアメリカ産種は強感受性である。東、アジア産の種は、 この病気に対して抵抗性を持つ栗の木の健康状態が悪い場合や傷口がある場合は感染、発病の誘因になる。土壌では特に水分状態に左右され乾燥しやすい南向きや西向きの斜面ではこの病気がよく見られるという。また、窒素分は多すぎても少なすぎても良くないと言われている。剪定による傷口は病原菌の門戸になっているが、かといって 剪定をせずに枝を伸び放題にしたりするのも良くない。寒冷地では当該の影響も言われる。幹内の水分が凍ることで膨張し幹に裂傷をつけると暖かくなった時に病原菌の感染を受けてしまう。商業的に栗を栽培する場合、次機内を用いることが多いが前述のように接合部が侵される例が多く、接合がしっかりしているかを確認することが必要である。 当害による動枯れ病は栗だけでなく桃などでも同様の被害が報告されている。植物の凍結体制はいろいろな要因で決まっていると言われている。気温、日長などを感じ取り、体を凍結に適応できる状態に変化させているという説が一般的である。準備が不十分な時期に凍結したり、逆に春先に気温が急に上がりその後低下すると、 細胞は障害を受けやすい。名前を引く、摂氏3度で3週間処理すると劇的に耐等性が高まるという報告がある。北国の多くの樹木では2段階に分けて耐等性を獲得しているようであり、気温10摂氏20度の環境下に置かれることで簡単な耐等性を手に入れ、さらにマイナスも摂取0度にさらされることにより強い耐等性を手に入れる。 二種の水銀剤を用いた内木定食前の薬剤処理による感染、発病予防では同じ水銀系農薬でも効果に大きな差が出ており、発病数例のものもあれば無処理区と変わらない程度の効果しかないものに2分された。ただし本病における薬剤による感染予防は病原菌の活動期間が長いこと、栗の土地生産性の低さが相まって、 コスト的な課題が大きいと言われる。例えば、日本で問題となっている松材線虫病の場合、病原体の媒介者である、カミキリムシ生虫が浮かしてくる初夏に一回だけ、殺虫剤を散布すれば、感染予防になるが、春から秋まで随時病原菌の感染が起こる本病の場合はこの方法が取りづらいという。また、栗は近年においてもヘクタールあたりの収量が一トン程度と、 他の果樹に比べ著しく低い。このため感染予防として剪定症に殺菌剤を塗る程度で大規模な農薬散布にはなっていない。発病後の対策としては抵抗性のあるアジア産種では初期病変部の切除やボルドー液の散布も有効とされる。しかしながら感受性の高い欧米種やアジア種であっても重症化した場合は打つ手がなかった。 1960年代以降、下に上げるようなウイルスによる病原菌の弱体化という新しい現象が明らかになり、これの応用による治療は、欧米種にもよく効くので、新しい流れになっている。1950年代、イタリアにおいて、奇妙なヨーロッパグリが発見されたことが、イタリア人学者、アントニオ・バラギーによって報告された。法が更新した目も5年もしないうちに近に、 再感染して、腰を繰り返すような動かれ病撃害地であるにも、かかわらず、その個体には動枯れ病の典型的症状がほとんど、見られないばかりか病気が治癒した痕跡さえ残っていた。フランス人菌類学者、グレンテラがこの個体からサンプルが採取し分析した、結果、この国の病原菌はある、種のウイルスに感染しており、弱体化していたことが報告された。この弱体化現象は、 ハイポビラランス、ウイルスは、クリフィネクトリア・ハイポバイラスと名付けられた。CHV をはじめとした菌類に感染するウイルスは、マイコウイルスと呼ばれ、基礎、応用問わず、各分野での研究が進んでいる。CHV は著名な病害の特効薬であるという、点以外にも他のウイルスに比べ、宿主、ウイルスともに、ゲノム解読済み、生活感が短い、 感染すると、宿主菌に可視的な変化が出るなどいくつかの利点があり、マイコオイルス分野でのモデル生物として活用されている。CHV の応用利用についても研究が進められ、今日病原性菌に感染した国に対して、CHV 陽性の弱病原性菌を摂取してやると、CHV が強病原性菌に感染し弱病原性菌に変化、結果として、 栗の症状が緩和され治癒するなどの方法が実用化されている。しかし、逆に CHV 陽性弱病原性菌を事前摂取することで栗に免疫をつけようというワクチンのような試みはうまくいっていない。1977年にはアメリカにおいても弱病原性菌が発見され、鑑定の結果ヨーロッパのものとは違う系統だと判明した。抵抗性の種を植えることも有効。 日本産の栗はうカレ病には比較的強いと言われるが、品種によってはやや弱いものがある。うカレ病の被害がひどいアメリカではうカレ病に強い遺伝子をアメリカ栗に組み込むためにアジア産の栗と交配させることも行われている。1950年代植物学者のダンスタン博士が品栗シーマラセマとアメリカグリを交配して生み出された。 抵抗性雑種はダンストン・チェスナットと呼ばれる。この雑種は遺伝子の半分がアジア産の栗であるが、最近では雑種に対してアメリカ栗と戻し交配を行うことで抵抗性を持ちつつも、極力アメリカ栗の遺伝子を残した雑種が生み出されている。交配で遺伝子を組み込むのではなく、遺伝子組み換え技術によって効率的に耐性遺伝子を組み込むという研究も行われている。 例えば小麦の持つ集散体制遺伝子をアメリカ栗に組み込む研究に着手するということなどが報道されている。栗ー化レ病は1900年頃に栗材や栗の木に紛れて北米に偶然にもたらされたと考えられている。1905年にこの病気を研究していたアメリカの菌類学者ウィリアム・モリルは病原菌を分離した。 クリド・オカレ病菌のアジア産のクリへの感染は1904年にニューヨーク州ロングアイランドで確認された。アメリカ北部に分布していた40年生に満たない40億本近い健全なクリが壊滅的な被害を受けた。カリフォルニア州や太平洋岸北西部に少数の集団が残るのみである。この病気のためにアメリカグリザイは10年間で市場から姿を消した。だが、 まだ再生剤として手に入れることは可能である。現在残っている木は根元や根を菌に抵抗性のある大木を使用している。たくさんのアメリカ栗の地樹がまだ生き残っている。並行して病気に免疫のあるアジアの栗からの必要最小限の遺伝子の導入も行われた。このような努力は1930年代に始まり、栗の木を国に取り戻すために、 マサチューセッツ州をはじめ全米各地で今も続いている。1940年までにはアメリカ栗の成木はこの病気の蔓延でほとんど絶滅状態となった。アパラチア山脈の周辺では雑多な紅葉樹4本に対してアメリカ栗1本が同等の価値と評価されていた。成木はまっすぐな幹で枝下高15メートルで樹高は60メートル。 強硬直径40センチメートルに達した。金による銅化レビオは40億本ものアメリカグリを固始させ、東海岸では瞬く間にその数を減らした。アメリカグリの一種チンカピングリは特に銅化レビオに感受性が強い。ヨーロッパグリや西アジアのグリも感受性がしいが、アメリカ産のものほどではない。病気に抵抗性を持つものは日本グリや 品栗などの抵抗性品種はアメリカ産品種とか、アメリカ栗財団では抵抗性を得た栗について21世紀初頭にも元々の分布域に再導入することを計画している。ありがとうございます。